地球上には本当にたくさんの植物があります。見かけも形もサイズももう千差万別なわけですね。でこういった植物が世の中にこんなにたくさんある、それはやっぱり一つ不思議なことだと思うんです。僕らはその特に植物の見かけがいろいろだって言った時に、そのほとんどはその葉っぱがいろいろなわけですね。で綺麗な花を咲かせてたとしても、その花は実は葉っぱでできているので、それの研究をしています。例えばここにある木みたいなものがありますけども、これ一枚の葉っぱなんですね。世の中にはもう顕微鏡で見なきゃわかんないくらいちっちゃい葉もあれば、こんなふうに見上げないとわからないような大きな葉っぱまであります。で大きさも形も様々で、その仕組みについて、調べていきたいというふうに思っています。わかりやすい例としては、葉っぱが細くなったり短くなったりっていうことがよく起きるわけですけども、その背景として遺伝子の働きが変化したんだろうというふうに考えられます。でそうだとすれば、縦とか横とか、あるいはサイズを決める遺伝子が具体的になくちゃおかしいわけで、でそういった遺伝子があるだろうというふうに考えて、調べています。その結果として、横幅を決める遺伝子として、アングストフォリアっていう遺伝子、あるいはアングストフォリア3といっている遺伝子が、実際に働いているということを明らかにすることができていますし、縦の長さの方も、ロトゥンデフォリア3とかロトゥンデフォリア4といっている遺伝子が実際にこの葉っぱの縦の長さを決めているということを明らかにしてきています。その遺伝子の働きを調べる上では、モデル植物と言われている白いナズナという植物ですけれども、これはまだ若い段階の、白いナズナです。でご覧のように非常に小柄で、しかもこういった狭いところでも十分買えます。それから、種をまいてからまた種に戻るまで40日ぐらいで済みます。特に大事なのは、この植物が持っている遺伝子が植物の中で一番数が少ない、それが利点ですね。もともとは昆虫少年だったんですね。小学校の低学年の時はなんですけども、中学年ぐらいの時から植物に移行して、そこからずっとということになります。日本に暮らしている植物はほとんど全てもう、調べ尽くされていて戸籍帳ができています。ですので子供用の図鑑をまず覚えて、で載ってないものがあったとしても次に大人用の図鑑を見れば載ってるわけです。で昆虫の方はもうある程度詳しくなると、もう途端に壁にぶつかってしまって、それ以上詳しくなることができないわけですけど、植物は順調に詳しくなっていくことができる。でそれは子供にとって嬉しい。去年は、パプアの方の、島の調査に入りましたが、そこは、あんまり高い山ではないんですが、まだ登頂した人がいないというので、ぜひ行こうと思ったんですが、ルートが見つからずに引き返したりということもしています。最近行ったのは、八ヶ岳に、登山に来ました。それは八ヶ岳の山頂地域に、あるイネ科の植物で突然変異を持っているタイプのものがあるということが知られているので、それを、調べに行ったというのが一つです。ちょうど今はですね、植物の科学の状況として非常にいいところにいます。というのは、モデル植物としての白いナズナとか稲について、遺伝子と、もっと高次な現象、形作りだとか、つながりがかなり分かってきています。で、それをベースにして、今度はもっと違うものを調べようということを、機運が今高まってきています。だんだん、生物科学も物理とか、天文のように、ビッグサイエンス、いわゆるビッグサイエンスというところに近づきつつあって、一人でコツコツやるっていう形よりは、まあ、いろんな得意分野の人が集まって分業して、みんなで力を合わせてやろうっていうような動きに、なってきていますから、まあ、山登りが得意な人はサンプルを調査に行く、で DNA が得意な人は DNA のもそれを調べるっていうので分業するのでもいいんじゃないかなと思います。人間は、まあ、植物とあまり変わらないなというふうに思っています。それは、まあ、いずれにしても地球上で生きていく、それから子孫を増やして繁栄していく、そのやり方っていうのはやっぱり動物植物を問わないところが多い。それから私自身がやっているようなこの形を作るっていう点に関しても、この平べったい形を作るシステムっていうのは、例えば昆虫の羽
あれも平べったい形をしてますが、ああいった平べったい形を作る時のやり方とかなりよく似ているってことが分かってきています。ですので、まあ植物を調べるっていうことと動物を調べるっていうことは基本的には似たようなところにゴールがあるように思っています。